おはようございます。おはようございます。現場でーす。どうなんだろうな。はい。開けるとか閉めるとか希望ありますか。あ、ピアノマミさん。音響さんに任せていいですか。はい。あ、ちょっとじゃあ本人に聞いてみます。はい、マミさん。終わるまでこっちに見てもらっていいですか。場所が場所が、あ、こっちの方、あの、こっちの客席の方、うん、ピアノの、 蓋を開けるぐらいを。フルオープンにするとベースが隠れる可能性はありますけどね。そうですね、確かにここの人とかは見えないから。まりちゃんがちょっと場所どう、頭しょっこり半ちょっと開けと半分開けと、このマークにして、あと見えるか見えないかなんか穴に出して。そうだね、それだけは忘れちゃう、うん、はい、じゃあさよなら。ゆうかちゃんでした。はい。じゃあ今日も腕回していきたいと思います。ここまででいい。こんな感じで。
ております。やってます。あ、そっかそっか、これを通して止めてるってことだね。あ、納得した。でも大変、これは絶対かわいいわ。かわいいよね。かわいい。こちらも職人が。お疲れ様です。今は何をされてらっしゃるんですか。今衣装のスナップボタンを付け直してます。なるほど。このようにたおやめ衣装は整えられております。イエイ。今日のゲストのほなみちゃんです。フリー素材だそうです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日ね、衣装を着てもらえるのが楽しみですね。今日何往復するんでしょうか。そうですね、まあその辺のところちょっと頑張っていただいて。そうですね、試される脚力。そうですね、まあ普段鍛えてますからね。そうですね、はい、全然大丈夫ですね、はい。何ですかそれは。それもそういうのもあるの。何それ。説明はしてない。中学生の時に吹奏楽部でコンクールの本番前とかにみんな舞台袖でこれをやって緊張を和らげて。やろうかな。やってください。やります。
あ、そうです。パイセン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 。同級生ですね。はい、撮ります。はい、じゃあ行きます。はい、はい、もちろん、はい、OK です、ありがとうございます。先輩後輩行きます。先輩後輩、あ、見ていいの？やばい。